方、事件の中心にいたとみられる大学院生は依然行方が分かっていません。無事で帰ってきてほしい、それだけです。関係者への謝罪の言葉はないんですか？息子は私にとっては優しい真面目なもったいねえような息子です。親一人子一人、たった一人の家族です。どうか息子を見つけてください。その一方で、行方不明の男子大学院生に性的暴行を受けたとして、女性が高城署に被害届を提出したことが分かりました。食事の途中やったんですけど、急にすごい眠気に襲われて、気づかんうちに薬を入れられたんやと思って。怖くないのか？お前さ、毎日電話してるみたいだけど、誰と話してんの？見して。陸上部の奴らとは連絡取んな。犯罪者だぞ、あいつら。環境はいいとこで育ったな、お前。全員が事件に関わったみたいに言わんといてください。お前、いつまで黙ってんの？いや、バカな奴が捕まっただけで、他の奴らはバレなかったラッキーって思ってるかもしんねえ。違う。みんな陸上が好きでいい人たちで。お前、絶対外でそんなこと言うんだよ。今までとは違うんだよ。人にどう見られるか考えて物を言え。預かってるわ。返してよ、返して。確かに元って感じがしねえな。